皆さんこんにちは。本日モデレーターを務めさせていただきます矢沢と申します。よろしくお願いいたします。簡単に私の紹介なんですが、私はサムライインキュベートでは主にインキュベーション事業を担当しております。その他、海外のベンチャーキャピタルの経験から、主に海外案件とか、あとは、イスラエルへ、サムライインキュベートが今進出しておりますので、そういったところの、海外の投資先の、案件の部分であったりとか、投資選定の部分に関して、担当しております。本日はですね、海外のスタートアップ、スタートアップが海外に進出するために必要なことというところを、登壇者の方にいろいろ詳しく聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。じゃあ、続きましてはですね、マイクロソフトベンチャーズの馬田さんよりご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。マイクロソフトベンチャーズ東京の代表代行をやってます馬田と申します。代表はですね、ちょっと今いなくて代行をしばらくあと1ヶ月だけですけど続けてます。伊佐子さんが、はい、パリで本当に自転車楽しそうに乗ってましたで今ですね、マイクロソフトベンチャーズ各国に7カ所プラス2カ所拠点がありまして、そのうち7カ所で、今アクセラレータープログラムをやってます。私の上司はこのアクセラレータープログラムの各国の様子を見て回っているところです。我々としてマイクロソフトベンチャーズ東京として、こうした海外のアクセラレーターに日本のスタートアップの皆さんをお送りするとか、あるいは日本国内でコミュニティを作っていただくとか、あるいはカスタマーケアとか、そうしたところをやらせていただいています。実際にですね、マイクロソフトベンチャーズにはもう日本から2社ほど入っておりまして、ロンドンにはフォーブというヘッドマウントディスプレイの会社、そしてイスラエルですね、にはキャピーというセキュリティの会社がちょうど9月から始まっているバッジで日本スタートアップで参加している状況です。こういうスタートアップを増やしていきたいなと思ってますので、ぜひ今日はいろいろ情報交換させていただければと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きましては、モビーダジャパンの島根さん、お願いいたします。はい、皆さんこんにちは。モビーダジャパンの島根と申します。今日何お話ししようかなと思って、実はですね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、今年の6月にモビーダジャパンですね、大きく組織を変えています。もともとシードアクセラレーターというところで2011年から少額投資をしながら、スタートアップを育成するというのをやってきたんですけれども、実は、持っているファンドを切り離しまして、モビータとしてはこう育成機能に特化する、取り組みを進めようと思っています。その中でいろいろと、今後の方向性を考えていく中で、やはりグローバルに進出する、また戦っていけるスタートアップの皆さんを応援できないかというところで、新たに、プログラムなり、施設もろもろ準備をしているところです。というところで今ちょっとあれ、なんか写真が、大丈夫か。こんな今メンバーになっていて、後ろの方に僕いますね。で、真ん中に、エチオピア系カンナ人のニーヤさん、入ってるとか、ちょっとこうグローバルショップが強くなってくるかなという体制でやっていきたいと思います。また、随時今後僕たち何やっていくかというお話ししたいなと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。続きましては、ブリッジの池田さん、よろしくお願いいたします。はい、おはようございます。池田でございます。皆さんの中には読んでいただいている方もいらっしゃると思うんですけれども、ザ・ブリッジというサイトですが、もともとスタートアップレーティングというのでスタートしたのが、2011年の、6月なんですけれども、そこから、かれこれ3年以上が経って今日に至っておりまして、で現在は英語版を立ち上げているので、今これ画面に出てますが英語版なんですけども、日に数本日本のニュースをですね英語で書いて、一方日本語版の方は海外と日本のニュースを、届けていくということをやっています。で、特にアメリカとかですね、ヨーロッパのニュースというのは我々が出るまでもなくですね、いろんな IT 企業さんであるとかニュース会社さんとかに配信されているので、特にアジアのスタートアップにフォーカスしていて、アジア各国にあるスタートアップニュースメディアとか提携をし、彼らのニュースもあって日本語にし、で我々のニュースは、彼らの国の言葉になるというふうなことを、数年やっているという、そういう組織です。我々のところにもですね、結構海外進出を図りたいというスタートアップの皆さんからは、いろんな形で、ご質問とかご要望が来ることがあるので、そういったところも含めて皆さんと情報交換できればなというふうに思っておりますので、じゃあよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、続きまして弊社の代表榊原さん、よろしくお願いいたします。はい、僕はあまり喋らなくてもいいと思うんですけども、イスラエル行きましたので、日本とイスラエルの違いを今日はですね、たっぷりお話できればいいかなと思ってます。本当に毎日感じてますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。それではですね、早速第1問、Q2 ですね、第2問に行きたいと思います。そもそも海外進出をすべきなのかという、質問なんですが、こちらじゃあ、マイクロソフトベンチャーズの馬田さんからお伺いできればと思っています。これいかがでしょうか。はい、我々としてはですね、最初ちょっとオープニングの時に話させていただきましたけれども、そのスタートアップでやっぱりグローファーストを実現するためのカンパニーだと思っていますと。そのために海外にマーケットがあって、そこでグロースできるんであれば海外に行けばいいんじゃないのっていうぐらい、気持ちでいます。日本国内でもちろん十分な成長が見込めて最新土台作るっていう戦略もありですし、あるいは海外に行った方がマーケットもっと広がるっていうんであれば海外に行った方がいいと。ただそこはいろいろ戦略次第かなと思いますね。どうでしょうか、島根さんですか。これですね、進出をするべきなのかって、必要があれば進出するべきかなと、というのも、例えば、モビーダー支援している今、脳トレのアプリでブレインウォーズトランスリミットなんですけど、結局彼らずっと日本にいて、今、アメリカのアップストア入って、日本人以外の割合が多分 90% 以上ですね。90% 以上外国人の方が使っているアプリ、日本にいると、結局どういったこうマーケットとか売れる場所に、商品なりサービス提供するかによって変わってくるかなと。もし B 向けでアメリカにやりたいんだったら当然、向こうで、コレクション作るべきですし、なので、ただ一つ言えるのは、そもそも日本のマーケットだけ狙うんじゃなくて、海外のマーケットでも売れる商品とかそういったものを考えて作っていくっていうのが重要なんじゃないかなと最近は感じていますが、皆さんいかがですか。池田さんとかどうでしょう。ですね、すべきかって言われると、いやすべきだよっていうほどこう高飛車なことも私も言えなくてですね、で、自分の、こう思いに、変えてちょっと話すとですね、私昨日前ちょっと中国にいて、明日からまたトルコに行くんですけど今日このために東京に戻ってきました。そう言うとちょっと恩着せが欲しいですか。ありがとうございます。で、なんでそんだけこうバタバタするんだっていう、いろんなとこ行くんだって話を、人からも聞かれた時によく答えるのは、よく山登る人が言うのは、なぜ山に登るんですかって言われて、いやそこに山があるからだっていうのと一緒でですね、私は個人的にはそこになんか海外があるから行ってますっていう、そういう感覚なんですね。で、ただそこに海外あるから行ってみると、なんでしょう、また他のその風景が見えてきてですね、要は山登りの方が富士山登っただけで山を制することができないように、また次なんかね、南アルプスに登りたい、やれ、他の山にも登りたいっていうふうに次の風景が見えてくるみたいに、やっぱりこういろいろこう興味の対象が広がってくるんですよね。で、そうすると、その、いろんな市場に可能性があることが見えてきて、そこに行っていろんな人と会って話して、我々の場合はやってるのはサービスをそこで展開するというよりは、読者を作るとかですね、あるいは日本のスタートアップシーンというものを海外に知ってもらうっていう、そういう意味合いが大きいんですけれども、そのためにはそこまで行って話をするっていうのが、なんとなくモチベーションになって毎日続けてるっていうのが今日この頃ですね。はい、どうぞ。そうですね、本当に今の池田さんの話がまさにそうで、僕もサムライインキュベート会社作った時は、最初はスタートアップの営業代行みたいな感じでスタートして、行ったうちにいろんな壁があって目標ができて、知らないうちにイスラエルに行ってたって話があるので、あとは大きく池田さんの話を聞く前に思ったのは、やっぱり自分の人生観ですよね。人生のミッションをどうするかっていうとこかなと思っていて、もちろん家庭を、家の自分のご家族とか奥さんをハッピーにさせるっていうのも全然人生のミッションにしても大きいかなと思うんですけど、僕のミッションとかやっぱり世界中でこうたくさん雇用を作って、こう侍たる日本人がですね、世界中の紛争を止めたりとか、発展途上国で、雇用を作ってですね、世界中をハッピーにして、インキュベーションを地球をしちゃうぐらいな日本にしたいなと思ってるんで、それやっぱり海外行かないとダメだよって話なので、それぞれの人生の皆さんの目標値っていうのをにそれが間にはまってんだったら、そのマイルストーンとして入れるも
いいですし、僕みたいに最初からまあ海外を目指すっていうのは目的になっちゃうと絶対意味がないので、その目的をこう高くしていく中で見つけるのか、もしくは先ほど言った人生の中でそれが必要なのか、自分のミッションを達成するに必要なのかっていうところで決めた方がいいなと思うので、これを目的にしちゃうとおかしなことになっちゃうかなと思います。はい、ちょっと質問していいですか。はい、なぜ、はい、イスラエルだったんですか。あ、それはですね、僕の人生今42に今年になるんですけども、あと40年で一番最速でこう世界を取るためにどこを抑えたら一番早く、まあ、将棋じゃないですけど早いかなっていうのがあったのと、あとはやっぱり侍っぽい誰も行ってないところを開拓するっていうぽかったところがイスラエルだったん で、後でお話しますけども、圧倒的にこう世界で成功している人たちに近づく距離がめちゃめちゃそばなのでびっくりぐらいするぐらいですね。なのでその部分ですかね、本当に。あと日本人の人に対して優しいです。その辺が早かったですね。ある程度戦略的に考えていたんですか、それとも結構行き当たりばったり。ですね、どっちかっていうと完全に僕は目的になっちゃってましたイスラエル行くのが目的になっちゃってまして、でもまあ自分の直感っていうのを結構信じててって感じは結構大きいですけどね、正直。はい、です。はい、正直ですけど、はい。ありがとうございます。じゃあ、下原さんのミッションであったりとか、あとは松さんの、グロスだったりとか、ブレインガースのどういった人たちが使ってるのかとか、そういったところで、目的にならずに、達成したいものに対してそれが必要であれば、海外進出していくべきという感じの認識で間違いないですかね、というそうです、はい、あと何かこう、これは絶対、進出すべき、進出する際に何か考えた方がいい観点とかそういうのとかありますか。なんかしまそういう意味だと私も、4年ぐらい前、とある ソーシャルゲームとか流行ってた時に、皆さんこぞって海外に行こうとして、結構なんかうまくいかなかったケースをよく聞いていたので、その辺の話をぜひこの辺り、この後のプレゼンションとかで聞いていきたいなと思っています。はい、ありがとうございます。なんかでもこれ打ち合うとちょっと話すべて終わっちゃうんですけど、国内と海外ってものあまりこう分けて考える必要もないのかなと思ってて、ちょっとこう日本とはまた違うのかもしれませんけど、例えばシンガポールなんかはですね、500万人ぐらいしか人がいなくて、彼らの考える中にはもう国っていう概念がそもそも東京23区が国みたいなものなので、あんまりその海外とか国内とかっていう概念がそもそもないんですよね。でなんかスタートアップコミュニティは特にアメリカはちょっと例外かもしれませんけれども、それ以外の国ってあまりこう国内海外で分けて考えてるとかそんななくて、なんかこうインターナショナルとドメスティックのこうなんかインターフェースが違うよとかね、そういうことってあんまりスタートアップでなかったりするので、なんかこうシームレスに考えてもいいのかなと私は思ったりはしています。とはいえ日本は日本で1億2000万3000万というマーケットがあるわけで、そこはやっぱ違いますよ。結構やっぱ日本語を使うマーケットってやっぱりそれなりにでっかいですよね。でも多分シンガポールでやっぱりシンガポール語で多分サービス作る、シンガポールがある、英語ですね、英語サービス作るじゃないですか、どう考えても。あとドメスティックされる多分ヨーロッパとか、フランスとか多分フランス人結構内需があったりするんでフランス語で作る傾向あるのかなとか、結構言語の、理由ってでかいかなって気はするんですけどね。そうですね、僕も最近そのさっき池田さんの意見に結構賛成で、例えば東京か地方かってあるじゃないですか、それを考えちゃってる時点でもダメだなと思ったりとか、あとは文系理系って日本では言うと思うんですけど、ユダヤ人の方両方できるんでいつでもプログラマーになれますし、いつでも文系になったりするんで、その頭が入った瞬間にもういけない部分とかなっちゃうんで、もう敷居ができちゃったりするんで、あと海外に行くと多分ユダヤ人の方が大体3カ国語とか4カ国語喋るんで、日本人だけが1カ国語多分喋れないっていう、日本語だけ喋れればいいって感じになっちゃってるのも多分おかしいとこかなと思ってるんで、そういったもともと考えてる定義づけっていうのを変えていかないと、ずっと毎回こういうのありますよね、このテーマってあるんでこれはそもそもこの議論をしてるのがなんか寒い感じはしますけどね、多分。じゃあ次いきますか。ありがとうございます。それではですね、続いての質問に参りたいと思います。続いての質問は、スタートアップの海外展開における
3年前と現在との違いということです。まあ、3年前って言っても、まあ、本当につい最近と思われる方もいれば結構前って思われる方もいると思いますが、じゃあこれまたちょっと馬田さんの方からお伺いできればなと思ってますが、どうでしょう。これは私が追加した質問なんですけど、これはぜひですね、榊原さんと島根さんにお伺いしたいなと思ってますので、はい、じゃあ先に島根さんからお伺いできれば。ですね、これで言うと、まあ、3年前というか、昔ですね、ソーシャルアプリが流行った時期があってですね、ミクシーアプリとか、2009年か2011年ぐらい流行ったんですけど、その時に僕ロックヤージャって会社やってたんですね。でそれアメリカのこうソーシャルアプリの会社が日本に進出してきてですね、ソフトバンクが半分入れてる戦略会社だったんですけども、まあ、その時のミッションが韓国と中国のマーケットを取るのが目的だったんですよ。なので、その後ミクシー出した後に韓国と中国の、そのとこなんだっけ、サイバーワールド、韓国サイバーワールドで中国は年々にアプリを出したんですね。で見事、まあ、失敗してですね、何点か失敗があって、1個は、まあ、うまく、プロモーションできなかった。で僕中国は場合はその向こうの売り上げがあってもそれをこう持ってくる手段がなくてですね、でそもそもなんか根本的な問題だったんですけど、でそもそもそれを、まあ、僕たちが、考えながらやっていたのと、途中で気づいた時にじゃあ向こうでどうコネクション来るかって言った時に誰に相談すればいいかわからない状態だったんですね。で、まあ、じゃあ今状況を見てみると各国の世界にいろんなアントレプレーナー施設とか VC がもう逆にもう分かるじゃないですか。ここに行ったら何か会えるとか、あとねマイクロソフトさんがさっきの拠点たくさん持っていてテルアビブに行ったらテルアビブのこう人に会えるとか、で強いのは、セキュリティとの技術だよね、ヘルスケアってことはもしセキュリティの持っていればあそこに行けばそういった人に会えるっていうのは明確に分かるっていうところが多分3年前と今の違いなのかなというふうに率直に感じます。そうするとそのベンチャーが成長する、スタートアップが成長する際の、どうすればいいのかっていう情報の部分がフラットになっていったということですか。フラットになっていくとちょっと大げさかもしれない。そうですね、どこに行くかっていうところが明確になっていて、それを手に入れる手段も、うん、まあリテラシーが上がったのか、はいはいはい、あと日本でもそういうふうな、まあね、ブリッジさんみたいなメディアがどんどん発信しているし、はい、なんか誰でもこう簡単にこうアクセスできる、そういったところがアクセスできるようになったっていうのがもう環境の、まあ、劇的な変化だから、ブリッジさんみたいなメディアがこう、出てきたっていうことが、はい、大きな変化なのかもしれないですね。はい、その辺どうでしょう池田さん、まあ、これまでブリッジやられていて。ですね、そうですね、3年前と比べて、まあ、今おっしゃっていただいたこともあるんですけど、まず、まあ、VC さんであるとかインキュベーター、まあ、マイクロソフトさんもマイクロソフトベンチャーで始められたようにですね、やっぱりそういう活動がいろんなところで増えてきましたね。なので、まあ、アントレプレーナーからしてみると、昔は選択肢が限られたのがかなり、まあ、日本の国内も海外もそういうのが増えたという意味ではやりやすくなりましたでしょうと。で一方で、そういうものが増える、環境が整うで、情報も増えるということは競争は当然激化するわけです。例えば自分と同じようなアイデアを持っている人がそれだけやっぱ増える可能性が高くなるし、でその市場のバリアが少なくなる分、自分も出ていきやすいけど相手も入ってきやすいということがあるので、そういう意味では激化してるんですけど、まあ、これは市場原理が働いているところにおいてはまあしょうがないし、逆にそれによってまあお互いがこう研ぎ澄まされていけばよりこう面白いものができてくるでしょうということでは、まあ一言で言うとなんか面白くなってきてますよねっていう感じ。変化が早くなってきてるというところだと思いますね。はい、この辺どうでしょう。僕はもう本当におっしゃる通りで、補足の話になると思うんですけど、逆にこう情報がかなり入ってきたので、まあ、特に侍軍団の話をすると逆に海外に行こうとしない方の方が多くなっていくかなと。怖いというか、ビザ例えばシリコンバレーとビザ取れないから結局戻ってくるんでしょうって話なので、逆に海外にチャレンジする方は減っていて、逆にチャレンジされている方はかなり研ぎ澄まされているというか、すごい情報を抑えた上で海外でチャレンジする方が増えてるかなと思っているので、まあ多分池田さんの周りは多いです、海外にチャレンジした方。逆に少ない僕は気がする、全然来ない気がするんですけど、どうですか。まあ、私の周りの定義にもよるんですけど、まあ、日本のスタートアップは日本のスタートアップですね、そうですね、海外に
出てるとかさほどでもないと思います ね, そうですね。海外出るって言ってもいろんな定義があって、英語版1個アップストアに出せば海外に行く人もいるし、サンフランシスコにオフィスちゃんとセットアップして海外っていう人もいるので、それは一概には言えないんですけど、アプリの英語版をローンチするのがね、比較的簡単にできるので、それで海外展開してますって言ってる人は増えてるとは思いますね。そうですね。で、それでやっぱり海外でその人脈のネットワークっていうと、リンクドイン皆さんベースで使うんですけど、やっぱり日本でめちゃめちゃ有名な起業家のリンクドイン見ても全然こうなんかあるじゃないですか、スキルを評価する誰も多分使ってないとかなんで、まだまだ日本のスタートアップはそういう意味では人脈っていう意味では全然抑えきってないかなっていうのはありますね。はい、ただ本当にどこの誰に聞けば、どう進出できるかっていうのはかなり分かってきたかなって気がしますね。で、昔は本当侍軍団は目的ありきで小林さん、野本の小林さんもそうですけど、ノリでイベントいろんなところでやったんですけど、最近はしっかり目的意識を持った形でやってる感じですかね。はい、私がちょっと最近それで言うと海外のスタートを見て思うのはですね、以前はなんかこう本店はどこですとか本社はどこですとかスタートアップが多かったんですけど、最近は交通も発達しましたし、インキュベーション施設も発達したので動き回っている人が多いです、はい、そうですね。なので確かに会社の登記はサンフランシスコにされてるんだけど、CEO は常にいつも違うところにいて、はい、でオフィスに出社したのは半年前とか、そういう人が増えてきているような気がしていて、で、なんかこう自己紹介しててですね、あなたの本社はどこにあるんですかって聞くと、僕の本社は飛行機の上ですっていうような答えをする人が結構増えてきましたね。で、逆に海外の VC さんとかインキュベーターとかスタートアップから見ると、まだ日本に IT スタートアップあることは知らないですね。で、問題は中国人と韓国人は英語めちゃめちゃ喋れるのに、日本人は全然ダメだっていう認識です。圧倒的にこれは、はい、これはもう一番最初のプロブレムって言われますね。なので興味ないって言われますね、はい、なんでそこが大きいですね、はい、それは今イスラエルで行かれていて、痛烈に感じる部分、ですね、逆にイスラエルの方はいいです。イスラエルの方は日本人大好きなんで、英語が下手でもどん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 聞いてくれるんで大丈夫で、逆にシリコンバレーとかアメリカ系の VC さんもいいですけど、全く話してくれないですね、はい、もう疲れる顔しますね、英語喋れないと、はい、この中にアメリカ人の方は多分いらっしゃらないと思うんですけど、アメリカ人の、全員じゃないですよ。平均的なやっぱり人たちってやっぱり基本的にはアメリカで起きていることに興味があって、そうですね、あまりこうシリコンバレーなんかその典型だと思うんですけど、はい、シリコンバレー以外で起きていることってあまり興味を持っていないので、我々も一つの課題は彼らにいかに日本に対して興味を持たせるかっていうのがあってですね、そのためには結構譲歩しないといけないわけですよ。で、それは例えば言葉を合わせるとかですね、いろんなことをやらなきゃいけないので、言葉はそういう意味で言うと最初の入り口かなと思いますね。ありがとうございます。もう少し私もいろいろお伺いしたいところはありますが、ちょっとじゃあ次の質問に行きたいと思います。続きまして、海外のスタートアップと日本のスタートアップの違いというテーマになりますが、じゃあこれ、池田さんからお伺いできれば、ちょっとこちらから、はい、そうですね、なかなかこれも難しいテーマなんですけども、ここ数日も海外に回ったりしてて、いろいろ人から言われるのは、大きくは多分2つだと思うんですよね。1つは、これは多分投資家の姿勢もあるのかもしれませんけども、割とこう短期的なリターンを求められる傾向にあって、故にこうお金をバーンさせながらですね、すごく将来膨らむかもしれない、マネタイズはまだできてないんだけども、このビジネスは膨らむ可能性があるので、もっとこう発展させていこうよと、育てていこうよっていうふうになかなかいかずに、日本の場合は割とこう、すぐにこう利益を出すようなビジネスに持ち込もうとする傾向にあるというのは結構海外のスタートアップを見て思います、ね、でもう一つ言えることは、そうですね、やっぱりこうかといって、じゃあビジネスモデルはどうなんだっていう、やっぱりスタートアップが多いような気がしていて、面白い、すごくこう、よくできてるんだけれど、でお客さんさえ集まれば、マネタイズできるよねっていうのが、さっき前者として申し上げた方のパターンなんですけども、日本のスタートアップの場合はなんかこう面白いんだけども、技術も素晴らしい、サービスも素晴らしい、だけどこれマネタイズどうするのかなっていうのが結構多いような印象を私は持っています。そこで私も
とかどうでしょう、これまで。そうですね、まあ、最近、海外の、まあ、スタートアップの皆さんが、まあ我々のオフィスに、来ていただくケースが多く、まあ、多くなってきて、まあ、サンプルそんな多くないんですけど、こう比較したときに個人的にはそれほど日本の人、日本のスタートアップと海外の人はあまり差はないなっていう考え方とかも、プロダクトの作り方とか、ま、全く、うん、差はないのかなと思いますね。まあ、単純にもう、なんか、なんていうんでしょうね。この前あったのが、ワイコンの前期に入っていたので、ジェレミーっていうのゲーム、ゲーム系のそのビュープラットも作っている彼とかも話しても、まあ、でも日本にそういうふうなスタートアップもいるし、あるけれども、まあ、ただちょっと一個違ったのが、まあ、そもそもワイコンに入っていると、そのものすごい競争が激しいんですよね。その期にだいたい60から80社って、毎週毎週火曜日に集まってきてですね、もう本当にイケイケのメンバーが、お前、俺今日、1週間前と比べて俺 15% ユーザーアップしたぜ、お前どうなのみたいな、俺ダメじゃんみたいなって言って、こう焦って、もうその、なんだっけ、もう帰ってもうすぐですね、グロサックにこう、いそしむとか、なんかそういうふうな相当プレッシャーのかかるようなやっぱ環境にいるケースが多いみたいですね。なのでそういったところにいると、もう、当然そこの、伸びなきゃ、なんかこう、居心地が悪いから、どんどん脱落していくんですけども、その中でこう、やっぱりこう成長していく人たちだけが残るコミュニティが存在するっていうのが、まあ、違いっちゃ違いになるかもしれない。そうするとやっぱり、どんどんいただきたくなってくるのは、非常に感じた部分ですね。なので、そういったものがもっと日本でね、ガリガリこう競争するような部分が起こったりすると、うん、いいかなっていう気はします。あと成長性のアグレッシブさということですか。その成長に対してこう、まあ、修正パーセンテージ、特にマイコンなんか修正パーセンテージをって意見というのは聞いていますが、はい、そこですよね。まあ、単純にもうゲームみたいなもんですよね。俺頑張ってる、あいつ頑張ってる、どっちがこうゲームの得点をね、こうつむつむで誰がランキング上がるかみたいな、日本と近い、近いです。なるほど。そのためにね、いろんなアイテム買ったりとかこう努力してやるっていうのが、もうゲーム感覚のようにこう起こっている環境が、まあ、違いかもしれないというふうに感じます。なるほど、はい、そこどうでしょう、マイクロソフトベンチャーズ今田さん。はい、まあ私じゃあ別の観点から、私エンジニアリング出身で、まあ、プロダクトマネージャーとかやってた人間だったんですけれども、プロダクトという観点から見てみると、まあ、基本的にチーム構成とかスキル的なところは日本も海外もそんなに変わらないのかな。エンジニアのスキルも、すごい人はすごいと思いますけれど、ただプロダクト、日本とスタートアップ、海外のスタートアップの違いと見てみると、やっぱ違うのはデザインの部分が結構違うのかなと思っていて、リリースされてすぐのやつでも結構いいデザインのものが海外だと出てきて、使いやすい UX が素晴らしいとか、実際 Google ベンチャーズさんのデザインパートナーさんが入れていたり、 KPCB っていう有名な VC もジョン・マレダっていう有名なデザイナー入れていたりして、結構デザインに対して彼らってすごく、まあ、特にアメリカを注力しているのかなっていう感じはします。そこはちょっとプロダクトを見ていて、やっぱ向こうすごいなって思うところがありますね。それはやっぱりデザインがちゃんと綺麗でないとプロダクトをリリースしないというところにもつながりますか。そんなことはないと思うんですけど、あとチームメンバーにデザイナーが入ってるとか、 CEO がデザイナーっていうのは時々向こうで見かけてます。日本だとほとんど見かけないんですけど、はい、じゃあデザインに対する、まあ重きの置き方というのが若干違うかなと印象です。はい、小林さん、相原さんとかどう思いますか。はい、そうですね、本当に僕はもうイスラエルに特化した違いを明確にちょっとびっくりするところをいろいろお話したいんですけど、まずデザインとか UX に関しては、イスラエルのスタートアップの 40% は外注しますね。もうプロに任せるという感じですね。外注してます。なのである1社が 40% やってます。イスラエルのスタートアップもそうですし、シリコンバレーのスタートアップもやってるぐらいな感じで、コアの部分だけやるって感じですね。だと人の部分で本当に圧倒的に日本と違うのは、毎日おかげさまで毎日3人ぐらいはいろんな方が投資してほしいって来るんですけども、まず、もう平均で3回目ぐらいの企業がもうほとんどですね。1回目の企業が来ないです。いないです。来ない、いない。で、あとは、こういったミートアップのイベントですね。コーファウンダー見つけてくださいっていうイベントで、僕も参加してみたら、僕が一番年下ぐらいですね。なので、40歳以降の、方もいらっしゃると思うんです。勇気を持ってほしいんですけども、基本的に向こうは35歳以降がバリバリに脂に乗った企業家たちですね。で、
あとは、仕事のスピードがめちゃめちゃ速いですね。スタートアップになんですけど、基本的には毎日6時に帰って土日は休むという感じですね。あとは前もちょっと話したんですけど、スピード感もめちゃめちゃ速いので、ミーティング来週じゃなくて大体その日中に電話か、夜空いてますかって感じなの で1週間後にアポイント取るって流れはなくて、大体次の日かその日の夜って感じなので、スピード感はめちゃめちゃ半端ないですね。あとユダヤ人の方頭いいと思うんですけど、この前インキュベーターの方と一緒に車に乗せてもらって喋ったら、彼運転しながら電話してバイパーとワッツアップを同時に使ってるって感じですそのレベル感、そのレベル感ですね。で、なおかつエンジェルもやってる、スタートアップもやってる、 VC もやってる、アドバイザーもやってるっていう感じですね。なので頭の良さが半端ない感じは特にイスラエルは秀でて感じます。で、あともう一個がプレゼンテーションシートで言うと、必ず特許のページがあります。パテント申請中か取ったか、 B2C であれ B2B であれ、なぜかっていうと、やっぱ世界で勝ちたいからっていうところなんで、日本人の方は全く考えてない方、メーカー系は違うかもしれないですけど、特に IT 系の僕らが、ご支援してるウェブ系とかモバイル系のサービスは取ってないと思うんで、そこ取ってるというところと、あとはプレゼンテーションシートも1枚で、その今ファンディング状態なのかとか、ステージどうなのかとかっていうのを1枚でまとめたパワーポイントの資料も結構多いかなという感じですかね。で、あとジャンルはイスラエルなんで、やっぱり、セキュリティ、ヘルスケア、ロボティクスとかが結構多いかな。で、意外と B2C も多いかなという感じですね。で、あとは本当に70歳とか80歳になっても現役で、普通に僕のところに投資依頼来たい人もいますので、で、特許取ってますとかいいので、まあ、人生、本当、起業家みたいな方が多い。もう本当に皆さん、会う人みんな起業家だったりするので、ほぼ、大体8割ぐらいで、その辺の差はすごい。感じいますね、はい、その感覚ってみんな自営業みたいな。そうですね、もう自営業ですね。大企業に入るのが日本だと、メインですけど、イスラエルとそれがメインって感じですかね、はい。もう大体大学の頃でもプロダクトデザインなんかやったりとかするので、本当に初めて起業するって方、あんま会ったことないですね。3回目が平均で、イグジットしてるとか、何回か。まあでも3回とも失敗してると思いますけど、って感じで、そこはもう全然、全員起業家です。で、本当にミートアップに毎日行くのが、まあ趣味みたいな感じですかね。です。一つ、そのイスラエルつながりでありますけど、イスラエルのスタートアップって、例えばまあ、サービスは世界に提供しますと、資金調達も世界からするわけです。そうすると、まあ、シリコンバレーなのかどうかわかんないですけど、そういう海外の投資家モーデみたいな活動ってどんな頻度でどれぐらいでやってるんですか？そうですね、2つに分かれてると思ってまして、基本的にこうアメリカのお金がほとんどイスラエルの VC さんに入っているので、なんでイスラエルの VC さんから直接お金を投資もらうっていうケースもあれば、やっぱりシリコンバレーの方がまだお金は集まりやすいんで、シリコンバレーで行くっていう方で2つに分かれていて、逆にイスラエルに残る方の話がちょっと詳しいんでさせていただきますと、全体の 50% がエンジェルから投資受けてますね。で、エンジェルがめちゃめちゃ投資するエンジェルが20人いて、インキュベーターが30社あるので、そこからまずお金をゲットしなくちゃいけないっていうのがあって、で、最近だと向こうで行くと年間で3000社スタートアップできてるので、で、僕のところにもなんでこんなに来るのかなと思ったら、そのシードのところのお金をゲットするのが結構大変で、ただシリーズ A に行った瞬間に20億とかがベースなので、そこにお金が、まあ、最近日本もそうかもしれないですけど、そこにお金がすごい集まってる感じで、シードのところは逆に需要と供給がまだ、供給がお金を供給する側がまだまだ少ないのかなっていうのはありますね。で、なんで僕みたいにイスラエルからシリコンバレーにつなぐインキュベーターっていうのもあって、まあ、そこも競争率高いかな。あとはまあ直接向こうに行く方もいるので、何割ぐらい向こう行くか分かんないですけど、ただイスラエルの方は自分たちの国にポリシー持ってるので、最終的に戻ってイスラエルを強くしたいっていうのは結構ありますかね、はい、って感じですね。なんで基本的にはアメリカのお金でやってるような感じですけどね、イスラエルは正直今は、はい、って感じです。ありがとうございました。じゃあ続きまして、の質問に行きたいと思います。実際に海外に行く上で準備しておいた方が良いことというテーマなんですが、じゃあこちらはどうでしょう。じゃあ奈良さんからお願いいたします。さっきの話だとやっぱり
言語。言語ですかね。と、まあ、あと個人的にお勧めしたいのはやっぱり文化と、そのやっぱり自分たちのプロダクトを持っている人であれば同じ課題を解決できる、まあ、課題をその国が同じような課題を持っているのかっていうところはちゃんと調べてから行った方がいいのかなっていう感じはします。どういうところですかね。はい、じゃあ島根さんとかどうでしょうか。そうですね、海外に行く上で準備していいと、これはまあ海外進出する上でっていうところですよね。はい、で考えるともしやっぱり CM 系のサービスするんであれば、そのサービス、やっぱその、CM 系に向こうのやっぱりマーケットやっぱ知らないと、どういうふうなユーザーなのかっていうのはすごい感じるところですね。最近ですね、これからワイコーに応募しようと考えている外国人のチームが日本に来て、日本人向けの出会い系アプリ作りたいっていうふうに見せられたんですけど、まあ、全くもってこう日本のこと知らないのにこう作ってきたんで、それってもう一時にするだけなんですよね。だから結局そういうことを、まあ、なんか同じ日本人もそれやりそうだし、でも海外でも同じことやるんだなというふうに、まあ、率直に思ったんですけど、まあ、そうなるとやっぱりもう細かく日本のマーケットは桜が多い出会い系と、まあ、こういうふうに出会い系ありますよっていうふうな話をちょっとお伝えして、じゃあどこのまずユーザー層に付き添うのを作りますかみたいないう話になるので、まあ、逆にそういうようなことをこうアドバイスしてくれる人はどこに誰にどこにいるのかとかいうところは、ある程度こう目利き、まあ、見て、まあ、多分その場所にいる、まあ、投資家なり同じこう事業やってる人たちに一回会ってみて直接聞くとか、まあ、そういったものが多分必要なんだなっていう気はします。現地の人にしっかり聞くということですか、パートナー。いや、絶対聞いた方がいいですね。だからそのコネクションとかは多分、まあ、探せば多分いろいろあると思うので、まずそういったのをもうやっていって、まあ、本当にそれ逆にやるべきかどうかっていうのをそもそも考えた上で、ね、動くべきかなっていうのは、まあ、感じることがありました。なるほど。市場にもつながるところではあると思うんですが、人種というか、まあ、その例えばアメリカ人が好きなものと日本人が好きなものってちょっと違うのかなという印象があって、その辺どうでしょう。例えばその外国人ですね、こう動画系の自分、結構その自分の顔を出すのを厭わない人が多いのかなと思っていて。あ、そうですね、はい、それはあるかもしれないですね。最近今日もセッションあるかな、ここにリストバンドでこうなるとシャキシャキ、ムフの高木さんがおっしゃっていたのは、やっぱりアメリカ人と日本人とヨーロッパとそれぞれその一番好きだと思われるので全部やっぱ種類が違うんです。なのでやっぱそれに合わせてものを作るときに、それぞれのこうマーケットでやっぱりこうやる、まあ、これってでも、まあね、メーカーの方いらっしゃるかもしれない、それはまあ当たり前の話かもしれないんですけれども、はいはい、じゃあ必ずしもこう統一のものでやっぱりできるかっていったら多分ものづくりでは多分違うんだろうなと思います。まあ、ウェブサービスだったら当然まあ、いろいろあるかなと。まあ、逆にこうシンプルなデザインであればそれはそのまま通じてしまうかもしれないので、まあ、よりこうシンプルなサービスを提供するのが世界中で使っていただける、もしくは商品になるかもしれないという気はします。なるほど、ありがとうございます。ここ池田さんどうでしょう。そうですね、まあなかなかですね、準備というのも難しいんですけども、まあ、私の個人の、いつものやり方でいうとですね、まあ、あまり正直なところはどこかの例えばスタートアップコミュニティに行くとかですね、初めて行った国に行って、まあ、旅行ではないんですけども、まあ、そこのスタートアップコミュニティに出て行ってなんかいろいろ喋ったりするときっていうのはあまり準備というらしいことに準備はしないことが多くて、でただその代わりそこの誰かを知ってるとかですね、別な国のどこかのイベントで、すでに会ったことがあるとか、まあ、そういうつてをたどるケースが多いんですね。でもう一つあるとすると、まあ、1回行っただけで分かるってことはまずないので、まあ、最初の1回目その国を訪問する、その市場を訪問するときはまあなんていうかもう下見みたいなもんだというふうに思っていて、で1回会っただけではなかなか自分の顔なり名前なり、サービスなり覚えてもらうこともできないので、まあ、少なくとも何度も通うっていうことが多分どの国のどの市場においても重要かなというふうに思っています。ちゃんと知るということですか。うん、でそうこう1回目行くと大体こう、何人かの顔なじみができるの でその人たちとこう密に連絡取って、まあ、何かのタイミングでもう1回行くっていうことを繰り返していくとですね、まあ、それをやるの大変なんですけど大変なんですけど、まあ、そういう大変なことなので、まあ、それを繰り返していくと、まあ、一つ一つこう市場を攻めていけるんではないかなっていうのは
私なんかからすると思いますね。なるほど、ありがとうございます。あともう一つ言っておくと、すみません、便利な、いわゆる地球の歩き方のスタートアップ版みたいなのがあってですね、ですね、皆さんの中にもご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、500スタートアップスを出たボーイガイっていうですね、男性が今多分フィリピンにいるんですけど、彼も結構取り回ってる人間なんで、どこにいるかいつもよく分かんないんですが、ボーイガイツさんっていう人がやってるですね、ワールドスタートアップリポートっていう、まあ、なんて言えばいいでしょう、ウィキがあります。でウィキなので、各国のスタートアップ事情をまとめてあって、でそれを、まあ、各国のボランティアであったりとかですね、彼自身が定期的にアップデートしていて、例えば、まあ、フィリピンでスタートアップやるんだったらここに行けばいいとかですね、この投資家に会いたい方がいいっていうのがウィキになってるんですよ。なので、まあ、そういうのをご参考にされると便利かもしれませんね。そうですね。ちなみに皆さん、そのウェブサイトにサムライインキュベーターの SSI も載っておりますのでご案内しましたそうですね、そういったものを参考にするといいということですかね。サラさん、これどうでしょう。はい、そうですね、僕は実際に本当に会社の支社を作るとか、登記するとか、あと実際に移住するって話で言うと、やっぱり法律の面は本当大変なんで、うちらも本当にお金いろいろ取られちゃったんですけど、ビザの問題とか、そこは押さえとかないとかなり危険ですね。そこを本当に結構イスラエルは後出しじゃんけんでお金結構取られちゃったんですけど、そこが一番実務で言うと重要かなと思ってます。であとイスラエルの僕らの戦略の仕方はもう圧倒的に日本食を出すっていうところで、やっぱり日本人らしさやっぱり出して、仲いい日本人を支援してくれるとか、好きな人を抑えるところをやってます。なので僕らは本当に同じように日本と同じイベントやりまくって、例えば最初のイベントは京都のイベントとか、その次は寿司のイベントとか漫画とかオタクのイベントやってるんですけど、もうそれが今もう 大人気な形で、で特にイスラエルってエンジニアを探すの結構大変で、シリコンバレーとかで CT もそうですけど、でやってたら前マイクロソフトさんのデータから拝借したデータの話をすると、いわゆるアニメとかオタク好きなオタクの方の 40% 以上はエンジニアなので、びっくりするんですけど、うちら今3社ぐらい一緒に行ってるんですけど、一人がアニメ好きな人がですね、毎回毎月1回そういったオタクのイベントをやったらですね、ワンサかエンジニアが入りたいという形で20人から選びましたね。なのでその海外に行ったらもちろん日本語が喋るだけではダメなんですけど、日本の強みっていうのを前面に押し出してイベントとかやったりするのはすごい今イスラエルでは大成功してまして、まあ、イスラエルで一番大きな DLD っていうですね、2万人か3万人が来るスタートアップのイベントの表紙をサムライインキュベーターと飾りましたので、それはサムライ色一色で出しまくった結果かなと思ってますので、それは逆に強みに思った方がいいかなと思います。はい、イスラエルに限らず多分日本色出すと基本的には下駄が履けます。そうですよね、うん、どこの国行ってもあまり日本のことを、まあ、最近いろいろ韓国とか中国とかまだ起きてますけど、はい、そういう国々でも、はい、日本のスタートアップですってことを前面に出して、ね、嫌われるケースはあまりない、ね、むしろ好意的に受けられて下駄が履けます。つまりはサービスがその分早く立ち上がったりとか、ユーザーアクイジションもより効果的に、作用するんじゃないかというふうに思いますね。そうですね。なんでその会社とかサービスとかよりもまず日本を好きになってもらった上で入ってもらうと、あ、こいつらと一緒に過ごすとなんか新しい漫画の情報もらえるんじゃないかとかそういう形になるともうバッチリです。で実はこの前その一人のオタクのやつが、日本から行ったオタクのやつが向こうのオタクの2000人ぐらいイベントに忍び込んでみた、一人で思い切って行ってみたら、日本人一人でいきなりこう神様のように祭り上げられて前に登壇されて一気にもう2000人ゲットしましたねそのぐらいのレベル感ですね。ありますね。そうです、まさに榊原さんっぽくないですか、そういう一人単身乗り込んでなるほど、ありがとうございます。もっといろいろお話をお伺いしたいですが、じゃあちょっと次の質問に行きたいと思います。それぞれの立場からの、日本のスタートアップの海外展開の支援方法というところで、ここ簡単にで、ね、結構ですの、ね、でいろいろお伺いできればと思います。じゃあ、池田さんからよろしいですか、お願いいたします。そうですね、まあ、一番はやっぱり今ザ・ブリッジっていうのをやってますけれども、まあ、そこで取り上げるというのは一つの、まあ、支援というかあれなんですけど、まあ、我々もビジネスの一環としてやってるわけですけども、まあ、そこで取り上げて海外に知ってもらうと、
日本以外の国の人たちにも、まあ、日本のスタートアップでこういう面白いものがあるんだというのを知ってもらうというのが一つの、とっかかりかなというふうに思っています。であと、まあメディアの仕事をしていてかついろんな国に行っているので、まあ、人の、数だけはたくさんというか、いろんな方を存じ上げているので投資家もアントレプレーナーもそれから、まあ、それ以外のスタートアップコミュニティにいる人たちも含めてですね、まあ具体的にニーズが分かればなんかそういうふうな人たちをですねご紹介したりすることもあります。でなかなかこういつも難しいなと思うのはニーズが定まってなくてですね何がしたいかを、具体的に言ってもらうとあこの人に会ってこういう話をするといいよっていうことを、まあ、具体的にアドバイスできるんですけどなんか それ以前の問題で、まあ、まず何をしたいかよく具体化できてないっていう時はですねなかなかこう、こういうふうにした方がいいあるいは誰に会った方がいいっていうアドバイスはできないので、まあ、そこは難しいところなんですけども、まあ、その辺をこう、具体的にイメージ膨らましてですね、まあ、進出する前にいろんなこう文献であったりウェブサイトとかいろんな人たちからお話を聞かれて、ご相談があった時には人をご紹介してとかそういうことはしています。はい、ありがとうございます。じゃあ島根さんどうでしょう。はい、ですね、端的にこれからモビリアとやろうとしていることをお話をすると、まず渋谷の今道玄坂渋谷我々はオフィス持っています。そこをですね、まあ、国内外の、まあ、スタートアップの皆さんがこう集まるような場所に、変えていきます。シェアウスもあります、イベントスペースもある、カフェバーもある、まあ、そんなところを作ってですね、例えば海外から来たら、当然海外から来た人って日本のスタートアップなり日本のマーケットを知りたくてコミュニケーションを取りたいと。なので僕らも日本のスタートアップとかそういった関係者とこうそこに呼んでですねマッチングしていくのをまずやりますと。で、まあ、海外に進出するとサポートすることをやるんですけども、まあ、最初プログラムを考えていたんですが単一的にこうプログラムを提供するのはこう無理だなって判断しまして、それぞれのスタートアップ必要と思われる、6種類のパターンを分けてですね、その6種類でそのスタートアップが必要なもの、例えば、ファイナンスサポートなのか、もしくは、言語も例えば、まあ、ブレインオーズで言うと、急に外国人のユーザー増えたんでユーザーサポートが必要なんですね、まあ、そういった時に何かサポートできるようなプログラムだったりとか、そういったアラカルトで何かご提供できないかなというか、そういったところですかね。ありがとうございます。じゃあ最後ですが野田さんどうでしょう。はい、マイクロソフトベンチャーズ、マイクロソフト、まあ、マイクロソフトベンチャーズ自体が世界各7社7カ所ぐらいにあって、でそういったところの国へのご支援だけではなくてマイクロソフト支社も持つ数があるのでそういうところの各国での、まあ、ご展開の支援というのはできるかなと思っています。まあ、特にアクセラレーターに関しては7カ所なんですけれども各国でやっぱり課題が違っていたりします。例えばさっき、まあ、イスラエルだとセキュリティとヘルスケアという話が出ましたけれども、例えばアメリカだと今ホームオートメーションとヘルスケアですね。まあ、その背景やっぱりアメリカって医療費がすごく高くてヘルスケアなんとかしなきゃいけないよねっていう課題がもう明確ですと。でエドティクとかも最近アメリカって結構いいんですけれども、なぜかっていうと教育関係者の人口がすごい増えているっていうところがあって、まあ、そういう背景のバックグラウンドとか課題とか各国の課題感っていうのを我々ある程度把握はしていますので、皆さんのプロダクトが本当にそのマーケットにフィットするかどうか、プロダクトマーケットフィットの部分とかのお手伝いもできるんじゃないかなと思っています。まあ、ぜひ、まあ、明確であればあるほど私たちもご支援はしやすいので、まあ、そういった明確な何かしらしてほしいことを持ってきていただければ海外展開に関しては支援できるんじゃないかなと思っています。はい、ありがとうございます。そうですね、明確であれば支援っていうのはいくらでもできるというところで皆さん明確にしてぜひ頼ってみてください。それではちょっと駆け足になっちゃいますが、これから世界を目指す会場の皆さんに対して一言ずついただきたいなと思っております。じゃあ、また山田さんからお願いいたします。はい、ちょっと二言になっちゃうんですけども、実はマイクロソフトベンチャーズアクセラレーターのプログラムで日本って今すごく注目されています。実は世界平均的に 3%、2% ぐらい採択率なんですが、日本だけ突出して 20%、30% ぐらいですね、日本からの応募に関しては。で、先週もインドからわざわざ人が来て見学に来てました。スタート、日本のスタートアップの様子を。そういうところがあるので、今結構日本って我々もしやすい状況で、ぜひそうしたところには一緒にチャレンジしたいなと思ってます。海外展開チャレンジしようと思う方はぜひお声掛けいただければと思います。はい。まあ、私個人に感じるのは、まあ、日本人だからとかあまりこう人種とか、そういったものに国籍にこだわらずに、マーケットもこう全てこうフラットに見て、まあ、世界多分運命共同体だと思うので、まあ、そういった気持ちを持ってこういろいろやってほしいなというのを思っております。はい、
なんかちょっとふわっとした感じなんですが、あまりこうね、日本で何をするとかいうものじゃなくて、そもそも自分がこうどういったことをやりたくてと、まあ、さっき2人もおっしゃってたと思うんですけど、やりたいことがこう別に日本であれば日本でいいだろうし、それは世界であれば世界であるとか、なんかそういった、まあ、ある意味こう自分の気持ちに正直になって素直になって何かいろいろと取り組んでいただければなとは思っております。はい、以上です。ありがとうございます。じゃあ池田さんお願いいたします。冒頭私あの人の話で海外展開を山を登ることにちょっとなぞられたんですけど、まあみんなが、山登りする必要は多分ないと思うんですけど、とはいえ多分まあ山に登ったことがない人ってそんなにいないと思うんですよね。でそこで山を一回登ってみて山が好きになれば登り続ければいいし、いや山よりやっぱり海の方がいいわっていう人は海に行けばいいし、まあそれは自由だと思うんですけど、まあ一番残念なのは一回も山を登らずに終わってしまうのが残念なので、まあ、そういう意味で言うと、まあそこに山があるんだから一回登ってみればっていうのがまあ私からの皆様へのご提案でございます。ありがとうございます。最後に佐川さん、はい、よろしくお願いします。はい、そうですね、もう本当皆さんいろんなことをおっしゃって素晴らしいんですが、本当にこう人生通じて目指す自分の世界っていうのを改めて考えてほしいなと思って、それが別に同じで日本でも海外でもですけど、どういったところが最終地点の世界なのかっていうのを改めて、定義付けしてほしいなっていうところと、あとここからのお願いで言うと、イスラエル皆さん来ないのでぜひ本当に来てください。ギャップが激しいです。近くでめちゃめちゃ戦争やってて、近くでめちゃめちゃ新しい事業が生まれててっていうところのギャップが激しかったりとか、今日本って平和が当たり前ですけど世界では戦争が日常なので、そういったものも感じれると思うんで、自分の世界観っていうのは一気に変わると思うんで、皆さんぜひサムライハウスに遊びに来てほしいなと。イスラエル行くモチベーションとして、はい、例えば食べ物が欲しいとか、女の子が可愛いとか、そういうのあるんですか？ああ、そうですね。それで言うと、女性はもう半端ないですね。半端ないです。はい、人口一人当たりのモデル排出率ナンバーワンです、イスラエル。ナタリー・ポートマンもそうです、イスラエル。その通りです。はい。で、ビーチは綺麗ですし、皆さん、あ、そう、ビキに生まれたのはイスラエルです。ハイレグもイスラエルです。あと、クラブも半端ないです。クラブは1000人ぐらい箱が10個ぐらいあるので、夜は激しいです。ぜひ、お待ちしております。ということで、ありがとうございました。少し時間が押してしまってはおりますが、簡単ですね、会場の方から、質問をいくつか受け付けたいと思いますが、質問のある方、挙手をいただければと思います。あ、じゃあ早速どうぞ。すみません、抽象的な質問な、今日お話ありがとうございました。抽象的な質問だと思いますが、コンベンションは日本企業とスタートアップに海外展開の違いがあるのかというのを教えてください。私もともとですね、自動車会社でグローバル戦略に帰ってたんですけど、そこからスタートアップの世界に来て、はい、結構スタートアップの世界とその違いにギャップ、すごくなんか違和感というか、ちょっと本当なのかなというものがありますので、その辺何か見解をしたら教えてください。そういうのだとよく聞くのは、クロスなクレジビリティの部分で、やっぱり大企業の信頼性って信頼度というかブランド力がついていて、その状態で行くグローバルに行くのと、スタートアップだとやっぱり名前が知られてない状態で行くのとであれば、結構日本のスタートアップの皆さんが海外行った時に苦労するのは、その名前が売れてなくて信頼度がなくて、あとつてもないみたいな状況は結構苦労されていると聞いています。私が経験している例で言うとですね、まあ、スタートアップ以外に実は大企業のコンサルなんかもやったりするんですけど、で大企業が例えば海外に進出するとなるとですね、まず何やるかっていうと、そのプロダクトの、プロダクトフィットを見るんですけども、現地にその何て言うんでしょうね、パネルを集めてですね、インタビューなんですね。でこういうインターフェースで作るんだけれども、それに対してどう思うみたいなことをこう、アンケートで答えてもらったりということをもう各国やっていくわけですけど、まあ、スタートアップの場合はそれはやるんですけど、もっとこうカジュアルに、むしろもうほぼ行くこと決まってからやるケースが多いんですけど、大企業の場合はまずそのインタビューをやって、それをもう一回本国に持ち帰って、そこから全社を挙げて、論議をして、議論をして、でその後クオリティアシュアランスをしてっていうふうなプロセスがいるので、大体数ヶ月はかかるんですよ、最低でも。なんで、まあ一言で言うと時間なんですけども、そのプロセスがやっぱり全然違いますね。で結果として大企業の場合はそこまでお金かけて調査したのに、
結局そこの国には進出しないって話するケースもまあまああるので、それは大きな違いかなと私は思いますね。島根さん何かありますか。まあ端的に言ってしまえば大企業って結局ね、全て倫理にやっぱ左右されるかなって思っているんですよね。まあ、スタートアップの場合ってもう自分たちで全責任やるわけで、自由に自分でマーケットをこう考えてですね行ってですね、まあ、好き勝手できるのがまあ強みだかなと。大企業の場合はどうしてもね、全てこう倫理倫理でこう確認を取りながら進める、まあ、スピードになっちゃうかもしれないですけど、なんかそういうのって、うん、まあうまく、まあ、結局 どっちがうまくいくかって別にそんなねその大差ないかなっていう気はするんですけども、まあ、その体制の中でそのある人が、自分がどっちでこう力発揮できるかっていうことだけの違いなのかもしれないですね。はい、なんかあまり大企業だからうまくいくとかスタートアップうまくいくっていうこと自体はあまり関係ないかなっていう気はしています。よろしいでしょうか。どうでしょう。ありがとうございました。ありがとうございます。あと、他に何か質問がありますでしょうか。じゃあ、はい、あと2問だけ受け付けたいと思います。じゃあ、はい、あの彼、ワシャツの彼すいません、どうもありがとうございました。あの1点お伺い、1点お伺いしたことがあって、あのさっきちょっとお話に上がったんですけど、まあ、海外から見たときに、まあ、日本人ってどう下駄を貸してもらえるのかっていうか、何を評価してもらえるのかなっていうのをちょっとお伺いしたくてですね、私仕事でインドとかの方に、なんか日本の上水道とか下水道とか電力とかを、まあ、売り込みに行くようなお仕事をかつてしてたことがあって、でその時にはすごい印象的だったのが、さっさと通してくれっていう、金だけ欲しいみたいな感じの言われ方をした分、途上国系だったらそういうのがあったっていうことであるとか、まあ素晴らしい技術があるとかっていうことは言えるけど、なんか本当のところそこって何を素晴らしいと思ってくれてるのかなみたいな。パソコンは日本勢皆さん中間にボコボコにされて、他のデバイス系のデジタル機器とか軒並み中間系にボコボコにされてるっていう状況があったりとかする中で、まあでも例えば日本って少子高齢化の国だからヘルスケアってなんか面白いサービスあるんじゃないとか、そういう機会があるであるとか、まあ、あとコンテンツ漫画とかねって言ったらまあ分かりやすいのでっていうのが、結局何を期待してくれてるのかなっていうのを、そのリアルな声っていうのをちょっと実感を持って知りたいなと思います。お願いします。どうでしょう。じゃあ池田さん。まあ、国にもよるんですけどね、私が思ってる印象で言うと、まあなんかこう、まあ、ユーザー対提供者側プロバイダー側っていう構図になることもあるんですけど、まあお互いスタートアップのコミュニティでやってる時に思うのは、まあなんかこう一緒に仕事できるんじゃないのこの人たちっていう価値観を持ってくれてるような気がします。で例えばこれは本当に国によって違うんですけども、例えば私明日からトルコ行きますけど、トルコって有名な話があって、まあ、和歌山県の串本の沖合で昔船が遭難してるんですよね。でその、遭難した船員を、助けたというのも江戸時代かな、明治時代の頃だったと思うんですけども、まあ、そういう事件があって、それが延々受け継がれてトルコ人の間で伝説化してるんですよ。とかあとトルコってこうアジアとヨーロッパは結んでるんですけども、そのボスポラス海峡のところに海底トンネルが走ってて、でその海底トンネルの中を電車通るようになったのが数年前なんですけど、それも全部技術は日本から行ってるし、お金も日本が実は、ODA で出してるんですよね。でそういうのをみんな知っていて、でまあそれをベースに日本のイメージが上がっていて、で、まあ、そこから得られるものとして、例えば一つはまあオタク文化のああいうものを、面白いと感じる人もいるだろうし、特にまあ起業家周辺にいる人たちはまあなんとなく一緒に仕事したら面白いんじゃないのっていう感覚は持っているような気がします。レアです、あんま外いないし、はい、あんま自分の国にいないし、そのレアさんも含めて、そうですね、それもあると思います。はい、まあ、私なんか向こうで喋るときは、特にこう西洋で喋るときは東洋から来たなんて言うんでしょう、とそう、まあ、マジじゃないですよ、東洋にはこんなものがあるんだよっていうのをなんかこう持っていくっていう、そういう感じでいつも喋るようにしてはいるんですけどね。はい、ありがとうございます。どう、いかがでしょう、大丈夫ですか。僕は本当にもう人格勝負ですね。で侍って押し出してやってるので、侍には8つの魂があって、日本人は要はその8つの魂を守ってやるので、真面目で誠実で裏切らないっていうのがもう一番ですね。今はもうそこを押しまくってますね。でやっぱり他の国々の方は嘘をついたりとかルーズだったりするって話がよくあるので、やっぱり付き合いたいのは日本人って言いますけどね。
あとはお金を騙し取るような人とは付き合わない方がいいと思いますけどね。その出せればいい人がやってくる気がしますけど、はい、でさっきの大企業の話で言うと、最近だとうちの諸角が日本で一番、ね、時価総額を上げるトヨタさんをなんと半年間で落として、イスラエルで、なんとイスラエルですよ、ハッカーソンをやるという形になってますので、それもスタートアップと大企業の垣根がどんどん、まあ、ハッカーソンという形、いい形で軽くイベントがやれる流れになってきているので、まあ、タイトさんが動けば皆さん動くと思うんで大丈夫かなと思ってます。あとはイスラエルの方が言うのは、イスラエルの方がスタートアップがこっち来て、日本人の方とミーティングすると大体5人とか10人ぐらい出てくるという感じで、あとはその場で決めないという形で、イスラエルの方はその場で必ず決めるので、日本の代表さんとするとその人数を少なくしてその場で決めるという感じの方が来てくるともっと変わるかなと思ってます。でも今は変わっていると思うので、その過渡期かなと思ってます。はい、はい、ありがとうございました。それではですね、時間がとても押しておりますので、今この場でどうしても質問をしたいという方がいなければ、これで締めたいと思います。後で名刺の交換の時間もありますので、その際に直接聞いていただければと思います。本日は馬田さん、島根さん、池田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。